Hello world! Today we find ourselves at a robot cafe in Japan, but it's not the robot cafe you're thinking of. This cafe's servers are Orihime robots. 日本財団公益事業部の竹村といいます。障害のある人の就労支援を担当しています。在宅の ALS など重度の障害と病気をお持ちの方が遠隔操作でロボットを動かしてカフェを運営しています。どうもこんにちは。ハロー。カムツージャパン。私のトレイから一つずつお取りいただいてよろしいでしょうか。はい、おいしいのでお気をつけください。ありがとうございます。People with ALS slowly lose their ability to control their muscles, and at some point, they'll need to use a breathing machine to live. And without technology, they'll need a helper to do most things.だから私たちは体が一つしかないっていうのに私はすごく昔から違和感を持っていて、体ってなぜ一つしかないんだろうと、二つ以上あったらいろんなことができるじゃないですか。で今回働いてるメンバーの中には3人完全に視線だけで操ってる人がいます。だから ALS とかで眼球しか動かなくなってしまった方も、ね、目だけでロボットを、ね、動かすことが、あ、そうそう、ここにいる二人もねそうそう、彼らは手で動かしてますけど。So this cafe was a trial cafe running for only 2 weeks.But the aim is to launch a permanent cafe by the time the Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games come to town. The workers are located all over Japan and can see, hear, and talk with the customers via their avatars over the internet. Where are you from? From Canada. Yes. Yeah, Canada! Vancouver. You know Vancouver? I'm from Ife. Gifu. I have never been to Gifu yet. Yeah. My name is...Naoko Kazu. Please call me Na-chan. Ah, Na-chan. Ah, nice to meet you. Yoroshiku onegaishimasu. Nice to meet you too. Onegaishimasu. もともとね、うちの会社は分身ロボットというものを作ってます。まあ、英語で言うとアバターかな。そう、このロボットを作ることによって、要は入院している人がこのロボットを使うことによって、例えば私は学校に3年半行けなかったんですけど、このロボットを使えば学校で黒板を見ながら先生の話を聞いて友達とねコミュニケーションすることができたかもしれないと、遠足に行ったりとか、ね、一緒に文化祭を楽しんだりとか。 I should explain that even though Yoshifuji-san is healthy now, at age 11 he became ill. At this time he wasn't good at communicating with people and was bullied.ただ私は本当に生き地獄のようなことを味わって、もう家からほぼ出ることができなくって、天井を眺め続けたっていう経験も自分自身にあるし、その時はもう死にたくなってしまった時もあったんですよね。我々がやりたいことって何かっていうと、孤独感をどうやったら解消できるかっていうことなんですよね。社会参加をできないから自信が持てなかったり孤独化するんだっていうことを考えられば、じゃあどうすれば社会に参加できるかっていうところに立ち返った時に、じゃあ分身を作ろうと。でまたその文章を作った上でどういう働き方ができるかっていうことで、今までのテレワーク、家にいながら仕事を自宅して開発もできたかもしれないけれども、相当な専門知識がないと難しいし、コネクションを作るのも難しいですよね。やっぱり出会いがないっていうのは難しいので、じゃあやっぱり人とも出会えて話ができて一緒にいるっていう時間を過ごすことができるような場所を作ろうっていうことで生まれたのが今回のカフェです。美香さんにはこちら見えてるんですか？はい、はっきり見えております。皆さんのお召し物も、はい、皆さんがすごくカメラを向けてくださっているのもよく見えております。私はALS という全身 の、 自由が生まれてくる病気なんですが、今まだ手が使えます、うん、で手でまだマウスで操作ができます。あの気管切開して話せなくなっても、はい、話すボタンっていうのがちょっと話してみますね。なんてやねん、なんてやねんって言ったんですけど、はい、ちょっとね、最初自信のなかった人たちが自信にあふれて接客をし始めていることは想像以上の驚きです。ロボットなんだけれども、最初の頃はなんか自信なさそうに伏し目がちにというか背中が丸く見えたんですが、今はなんか胸を張ってるようにさえ見られる成長を実感しています。お客さんが思いのほか楽しんでくださってるっていうのがやっぱり嬉しい喜びです。はい、
私も嬉しいです。ありがとうございます。ありがとう。ちょっと麻婆豆腐好きなのが分かって嬉しい。そうなんですよ。2020年には ANA のチェックインカウンターなので働いているのの姿で、他にも実は あるコーヒーメーカーとも話が進んでますので、そういった場面で2020世界から日本を訪れた方々に各所で織姫が活躍している社会が見られるかもしれません。まあ、日本は今すごい超高齢化社会であったりとか、さらに長寿で、ね、本当に平均寿命もかなり、長い国でありますと。ただその実態はほとんど、体にチューブが付けられていたりとか、ね、その延命という意識があるかどうか分からなくても、とにかく生かそうということを大事に置いています。でもこういうテクノロジーを使うことによって、今 ALS の私の仲間たちが視線だけでロボットを操っていろんなところに旅行に行ったりとか、こういう場所で働くことができるし、働いてお金を稼いでる ALS の患者さんもいるし、寝たきりで喋ることもできなくて目しか動かなくても普通に SNS をやったりとか、ね、作品を発表したりとかしてる人もいるわけですね。もちろん今ね、そこの何が正解かっていうのはないんですけどね。ただやっぱり生きる上で、誰かに必要とされながらね、生きていくっていうことはこれから生きる上で、人類が生きていく大事だと思っていて、まあ、しかし我々だって体は動かなくなっていくと、その時に、ね、もう一つの体があれば、ね、将来はもしかすると、患者本人が自分の体の介護を自分でやれる時代が来るかもしれない。Thanks for watching. See you next time. Bye. How is technology being used to give people independence where you're from?